やるよ。腹の座りが早い、ね、やるよ。もう驚かないよ、はい、じゃあやるよ。やるよ、はい、田植え田植えどこにどう行けばいいか。これがあの九さんときます、はい、もうああそうああそうそりゃ、うん、これだわ。この格好分かった分かったけど、みやさんさちょピチピチじゃんすか。ピチピチ夜だ。こっちでいいですか、うん、はい。ここ歩けんの。名前あるんだろうね、きっとね。うわぁ私、田植え初めてだ。初めて初めてです。なんかあの、ケーブル時代に、うん、その、農協さんがこの田植えのこういう時期にはこうしてみたいなのを毎週放送してたんで、そういう、なんか情報を取りに行ってたんですけど、実際にやったことがないと。はい、これがね、線を引っ張るんですよ。この線に沿って植えます。はい、で、キュータも作ったんですか。いや、先祖代々からなんかね、うちのじいちゃんから誰だろう。で、この竹だけボロボロになっちゃったから、はい、これだけ今回つけた。なんて言うんだろうね、この道具。線が見える？見えます。から、なんて言うんでしょう、方言でズボルって言うんですけど、あのはまっちゃって足が抜けなくなる、でスニーカーだけ中に置いてきちゃって取れなくなって、そこに近くの棒を立てて打ち返って、お父さん靴が埋まったっていう私の田んぼの記憶以上です。取れるもうなんかもうぐちゃぐちゃですよね。そう、ズボルっていうの。